この番組は、さらば青春の光、オフィシャル YouTube チャンネルを金銭さんにお送りします。しずるカズまと、フルーツポンチ村上の、アーバンブルーラジオ。この謎技は森東をキーステーションにお送りしています。どうも、村上です。どうも、カズまです。お願いします、はい。お便り来てますあ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、ちょっと待ってくださいね。頼むよ。いいの じゃないやつだ私はちゃんとあのえー、ちゃんと選ばずにいきますよ俺はえい、ー、きますえんとはいはいはい、はい、空飛びオブジェクトさん、うん、村上さんと池田さんのおすすめのドライブスポットってありますか 今年の夏でもこれ今年の夏<っ>私にとっては免許を取って初めての夏休みだったので大学の友人を誘って海ほたるや富士急マザー牧場などいろんなところへドライブに行き行、ね、ドライブスルーに深夜高速車中泊にも挑戦してみましたえー、もう、うん、もうむちゃくちゃ楽しくてしょうがない時だ今度黒部ダムとサファリパークにも行ってみるよってすぐ全部行くじゃん <laughs> もう <laughs> も俺ららが教えられること何にもないよ <laughs> 関東の王道ドライブスポットはかなり制覇したのではないかと思ってるんですがお二人が免許取り立ての頃はどういうところに練習しに行ってましたかてかこれすごいね。るね海小樽やる海小富士急マザー牧場、うん、深夜高速車中泊黒部ダムサファリパーク全部やったじゃん。あの何も教えることはありません。そうですね、まあ、僕も今車 免許持ってますけどほぼあれでしょ全然もう超ペーパーなんで何だろう都内で乗ったことある都内ないと思うだからもっと地元でしょ地元とあと神奈川に住んでた時にその時はちょっとありましたけど俺牛久大仏は行ってほしいかなあー牛久大仏出たちょうど距離としてもいいし行った時の日本最大だっけん？日本最大のやつすごいねこれ牛久大仏の説明はもうさすがにもうかなり有名になってきたんで。 そう牛、ね、久大仏はちょうどいいと思います距離としてもあ<ー>、あのー、場所としてもえー、こっから東京都内からだったら2時間かかるはずに下手すりゃいけるかもね、うん、えだいぶつの周りってさ何、うん、かあんの何かえっと網ア,アウトレットモールああ<ー>アウトレットモールが多分網のあるんであれは何か温泉とかはあ温泉はないああなるほどねさすがにごめんなさいはいはいうんえっと名産なんか食べ物 まあ牛久がってわけじゃないですけど牛久だよいつもあんまりるか分かんないけどその辺の金峰牛久茨城干しいもはまああの有名なんで茨城は当美味しいしいしあと今から秋になってくると秋そば。 そばって2回多分1年間にあるんですけど秋のそばと秋に収穫するそばと春なのかな分かんないけど、<ー>あって蕎<麦>の秋の蕎麦はそばは茨城がすごく有名へえ秋そばうん日本で、あのー、もうそばは一位生産量も1位だし結構美味しいとこも茨城のそば使ってる人多いんじゃないかな長野とかじゃないんだそばって茨城ああ素晴らしいそば、うん ですか？そ麦屋はおいしいそのままの流れで牛久大仏行ってちょっと距離あるかもしれないですけどもうちょっとどうどんぐらいの時間あるのかなこの人方はわかんないけどえ笠間とか行っちゃうってでもあるよ笠間っていう地区があるの茨城に笠間あっそうそう竹冠に立つって書いてで間って書いて笠間ここは栗が有名へえ栗も茨城って生産量1位なんでえモンブランもう 超ブランドグリです。あのカサマの栗は。あのま京都も有名じゃないですかグリって丹波のあのカサマの栗もむちゃくちゃ有名。あれ。こ季節的にももう少しもうちょっとだったらだけど。いい。まじでうまいです。あの俺栗あんまり好きじゃなかったんだけどうまいもん普通に。カサマのは。うん。あカサマのあれ。あとカサマ焼きもあるんでカサマには焼き物もできます。あ体験。うん。あカサマ焼きというのがあって。えいいな。うん。えそれ。ぜひ。 それお母さんとかお父さんとか笠間。にあれない,のいや、あのね、笠間まではね。そ,そんなに近所じゃない、遠足とかでは行くんだけど。あ,<ー>あ、栗よでもね、牛クリー栗林、あって、今あそこ残ってんのかな。あったけどね、栗林。あ、じゃあ、基本的に茨城では。茨城栗多い。へえ<ー>。栗も<芋>。わ。美味しそう。うん、芋栗。まあ、こんなんも今更だけど、茨城の、茨城ね、多いんで、名産が。埼玉なんか、だって、埼玉、いや、まじで、ま、埼玉って。 まあ都市ではあるけどまあ、秩父かうんだ深谷ねぎ深谷ねぎと秩父のなんかですよね、うんまあ、豚豚系でしょ味噌、ま、漬けでしょ豚の味噌漬けああんかあるあとそれこそまああれ、えー、うどんえうどんあと。なっなんだっけあ,あるでしょあっちの埼玉のなんかあ埼玉だっけ栃木だっけな<え>なんか肉ず肉汁うどんみたいなやつなかったよ あれうまかったけどでもさ肉汁うどんなんてさ絶対うまいじゃんまあそうなんだ別にそうなんだよその特別な味ではないんだけどさびたまって別にあと狭山茶お茶狭山茶ってなんか俺さあのんか本当にさこういう時にさなんかこうなんかいまだにさこう もっとさ理想の大人になりたいなっていう、うん、その理想の大人っていうのの一個に、うん、地元の名産とかに詳しいいっていう、はい、俺これがあのぶっちゃけ地元の、うん、あの正直市長も分かんないし県知事も分かんないし、うん、であと、えー、地元が。 何が取れるのかこうあと有名人とか出身のねで俺これ特に埼玉県民うだともその行ったら変な話うちだけか分かんないけど結構西武池袋線の入間市っていうところだけどそこら辺って池袋まで直通だから何かねちょっとベッドタウンっていうかねまあそう分かる。 みたいなのがなかなかうんかつきづらいっていうかでもある人はあるよもちろんもちろんなんとなくあると思うだからねでも俺らもやっぱ学生ある程度の年からさ芸人は東京暮らしだったりするとよりさ大人になってからの方が町のことって知るじゃないですかそれもあるんだけどだから茨城のことはまああと。 テレビ番組の特集で、まあ県の特集ってある時に、うん、北関東ってやっぱすっごい多いのよ。なんかね、<ー>北関東って多分数字取れんのよ。だから、確かに、茨城対群馬、群馬茨城対栃木、<ー>茨城対千葉だとか、ってすごく多いのよ。だからそれに出させて、まあ、出身者がそこまでいないのかもしれないけど、あ<ー>まあ、 茨城といえばこの人っていうと磯山さやかさんか雷とかの方がまあまあ強いけどそれでも何度かは僕も茨城仕事茨城出身だということで呼んでもらうからそういう時に学ぶのもあんだよね。ああそういうことか知ってくと茨城仕事結構あるんでそれでどん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 もう県の仕事とかもやらせてもらった時にもう茨城の生産量とかさんざんやっぱりこの。 北関東スペシャルって別に、まあ、ありがたいことに、この、いや、茨城はここがダメだろうとかさ、体験そういうさ、この間のちょっと悪いディスり合、ねね、い、本当にいちょっとディスり合うときに、いや、俺はここがすごいっていうために、ある程度茨城のすごいとこを学ぶじゃん。なるほどね。の時に、茨城って本当に生産量が、あのー、ね、多いんで。あるだクリム、っだって野菜の生産量、日本にですよ。え、茨城そうですよ。これ,<え>これ、これ、これ、まあ、何度も言ってる話なんでごめんなさいなんだけど、 日本の野菜の生産量2位ってことはこれ1位なんですよ北海道 1>, 1位が北海道なんでなるほど、ね、北海道はもう戦えないんで国でかさが九州の2倍の大きさな確かに確かにまあこれもだから実質1位なんで確かにねえすごいなんでいっぱいいろんなものが1位なんですけど、うん、まあまあまあえそれ,ぞれ村さ村、うんさあの ガキの頃知ってたそんな名産とかいやーあんまり分かんなかったね近所にあるものを何となくさつまいものかあるなとか栗林が普通にあるなとかいやこれさだってさってことはさ村け、うんさ例えばテレビとかの対決系のやつがなかったら下手したら。うん、あ覚えてないいのも多いと思うよでしょ、うん、ってことはなんであれ地元の人って知ってんだろういや意外と知らない人多いよ。 あ、そうだから逆に、でもあの県のチラシとかで、ここ茨城はここがすごいんだっていうポスターとかあるから。あ,あ,まあ、それではそうなんだとか、まあ納豆とか有名だけどさ。あ,ーあー、そうで、ね、まあね。鶏卵が茨城一位とかって、茨城の人はあんま知らないと思う。え<っ>、鶏、うん、卵、ケーの卵。もう茨城。え<っ>、間違いない。うん、すごくない。ありがとう。おめでとう。うん、ありがとう。あ、えー、じゃあ、全然だ。うん、そういうこと。ピーマン、ピーマンなんかも一位じゃなかったっけな、ピーマンだっけな。 すごいねうんすごいんだよだ落花生とか梨も千葉有名だけど茨城2位ですからねえまあ千葉と茨城ってやっぱり土地が似てるから関東平野でさ作ってるもんまあ似てるんですけどねそうなるとそうなるとさ東京ってさはい何東京はだってもうすごいじゃんえそうなんだけど例えばさじゃあえはい。 首都じゃんえ首都だよでんかんか取れるんかそういういやそう取れる農産物はブルーベリーじゃないえあっちの方のなんだっけあっちの方なんとかし市のあのそれこそ国分寺とかあっちの方西東京市とかあっちの確かブルーベリー作ってたするなんかほら入江さんがそっちの方の出身であそうなんだブルーベリーのゆるキャラみたいなの作ってたの確かそれ覚えた俺そうだからあブルーベリー取れるんだと思って ど昔はなんか今世田谷区住んでんだけど、うん、世田谷区はもう野菜すげえ取れたみたいなへえまあでもなかなか畑っていうわけに向かないもんねうんいや俺全然だからえっと何この人、えー、空,飛ぶ空飛びオブジェクトさんね、うん、空飛びオブジェクトさんはえー、あれ茨城うん茨城行ってみてください,いやもそれすごいいいと思うおすすめです、うん、素晴らしい海まで行っちゃってもいいしねお笑いまで 大笑いねかまあ鹿島の方行ってもいいかもね鹿島神宮結構距離あるだろうけど、うん、あれひたちなかって茨城ひたちなかも茨城すごいよなそう考えると鹿島神宮なんかもう三大神宮ですからねの一つですからあのさそれもそうなのそのそれその三大〇〇ねそう三大〇〇が結構あんのよ茨城にえっ、ー、うんまあでも三大ま,まさこれ 微妙に言うと三三大るるってつつつ目だけなんんか二ぐらい候補あるやつあやじゃんあの謎のたまにあの説なんかこっちっていう人もいるみたいなのやつに大体入ってる結構これとこれはもう絶対なんだけどこ,よ<い>こ,こ,ここ結構ちょっとどっちか分かんないみたいなそ,そ,それが結構多いあの4位みたいなさそやつあるあれじゃあ読んでいいじゃんと思うんだけどなんかたまには調べるとなんかこ,こっちの説もありますみたいな。 分かる分かるかさああいうさんか温泉ランキングのさ三大名刀みたいなのがあってそしたらかそこにもう一個これも名刀って言われててみたいなでえなんかあもう一個出てきたみたいな6個ぐらいね言ってね6でいいじゃん。なんでどうしても3人だったら決めても怒んないと金銀どうみたいなことなんだろうね。 茨城三大は多いですよごめいなでも茨城ラジ茨城でねぜひだからラジオやりたいけどやりたいの茨城毎回ロケして2人でめっちゃいいいいよねやりたい茨城待ってます茨城の方あの三大まず三大爆竜っていう滝ね黒田の滝がああ聞いたことあるうんよく氷のコール滝で有名なああれそれなんだ数年凍ってなさそうだけどんかまあねまあまあまあ一流三大亭ね 兼六園後楽園兼偕楽園これ茨城ですから<や>あと三大地鶏も、はい、奥志地鶏これがだからあの微妙に入ってる説入ってない説となるほど、ね、三大不備人も入ってんじゃないかな水戸不備人不備人なんか不名誉なあれですけどあ<ー>なんかそういうのもあったりとかいやそのさそのさっき大人のあれじゃないけどさ、うん、村健さんそのさ今さ 偕楽園後楽園兼六園,兼六園、うん、っていうのってさそれって覚えようと思って覚えたのまあ楽園があるからあーそういうこと地元のものそういうのに入ってるとまあ覚えるじゃん、うんうんうん、なんかさあれあんじゃん天の橋立は,はいはい三大三大系なんだっけわか,かんない三系日,日本三系あれなんだっけ天の橋立,、えー、天の橋立松島あ,、まえあれ 松島、あれ松島あやばい天の日だって松島富士んじゃないの？富士山違う <laughs> えなんだっけだから宮城氷あとあれじゃんあの氷河うんだあの広島あれあの厳島神社はあれなんでしたっけあれあれが松島だっけ松ええ厳島神社って何どここれ俺の海のところに鳥居あるやつ これをあれが松島ああ松島や松島やあれはあれか宮城えっ分かんないえこれこの,えこの回を親父に聞かれたら俺多分マジでちょっとえお前お前あんな恥かくからあんなこと言うなよ <laughs> 言われそうな山橋天橋,天橋松島うんんだと思うえっと俺行ったか えー、あもそうそう広島の広島のだからええー、スクランブルコゃチそんなわけねえじゃん日本三景でさスクランブルコ差点で最近入ってきたみたいなはいゴジラええー、ゴジラ違う違うゴジラってカタカナでないもん別に書いてないえー、宮城県松島松島えー、ええー、天の橋立て、うん、天の橋立てで広島,で広島やっぱり厳島神社のとこでしょ

宮島宮島だ宮島でした。ごめんなさい。俺、こういうの全然覚えらんねえんだよな。<laughs> まあね。あのー、全然関係ないですけど、うん、俺、この前、うん、結構ビッグ、ビッグ仕事というか自分の中ではね。うん、だってさ、うん、それがさ、うん、あの、ドクター X っていうドラマがあるじゃないですか。うんうんおお もう、米倉涼子さんもね、あの、大門みち子ですよ。もうシーズン1からシーズン7。もう、うん。12年前ぐらいですかね、最初、シーズン1が。それぐらいやって、大人気ドラマ。もう、最強コンテンツですよ。俺、まあ、ほん、まあね、俺が言ってたけですけど、テレ朝といえばもう、ドクター X か、相棒。こんな最強なドラマないでしょ。まあ、ポス、でっかいポスター貼ってるね。大人気の。それの、あの、この前、ファンミーティングというのがあって。 えー、というのも多分今年の12月に映画がやるんですよ「ドクタプ、えー・イッス」があるんで多分それの、うん、それの線で回っそういうのもあるからだと思うんだけど、うん、ファンミーティングというのが、うん、あのーあのー、あす EX シアター<い>六本木にあるいいいというところで行われたんですね<い>それが2日間3公演。うん、あのー 出演者の方がまあ登壇してすごい、ね、っていうトークライブライブというかトークイベ,トイベントがありますっていうのがあったらまさかのその3日間のうちの1日目の1個の公演の MC、うん、俺で村犬、うん、だけ俺だけえっ村犬はドクター x 見てるってドクター x ももちろん俺好きだっていうのを言ってたからなのかあのドラマ部とかいうライブもやってたんですけど d x ももちろん当然好きだって言ってたから来てえ話来て

単身で言っってて何をするのいう話だまだこれがほんなんか MC がいてドクタークソ好き芸人が何人かいて出演者もいていやここが良かったあそこが良かったからまださ「やつくなりすぎ」とか誰かに納めてもらえたらいいんだけどうん、うん、MC よ一人あと全員出演者 <laughs> っていうのがあってでまあもうまあでもそれは光栄だからやらせ<ー>受けさせていただいて。 で当日になりましたでそれもう終わったんだよねもう終わってもう終わってないんだ今いるってことはやめてないからまだ続けてるってことはまだなんとか何が何生き延びたっていうことで分かっしいんだそれも大人気コンテンツでもうチケットももちろんソールドアウトそんなに大きいとこでもないしねでライブビューイングもやってるの30か所ぐらいでうわマジでそれだけのプレミアチケットでそんなののドクターヘクスって ドクとんでもない人気ですよ、多分、はあ、で、まあ、当日やってて、じゃあ、リハがあると。まず、その日の、こういうことをしましょうっていうところのリハがあって、ばって。 リのやってったら俺衣装さんもついててスーツでやって <laughs> まあ皆さんリハーなんだけどまずリハのとこにまあ俺がなんか最初あの MC だけど一応段取りのこう説明を、はい、まあその前に打ち合わせもしてんだけど、ね、うんまあねで段取りでバーッと説明して、うんまあ,、ね、あ,あなるほどここです、うん、ここここでここにモニターにこう「次行ってください」とか出ますとかいうのやった時にもうとで全員出演者の方がバーッて来た時にもうオーラすごくて <laughs> <laughs> 潰されなかったいやほっつぶれてたほとんどくっちゃくちゃだったもうなんか <laughs> ええええっともうだから米倉涼子さん内田有紀さん遠藤憲一さん <laughs> 勝村さん <laughs> う<わ>で田中圭さんで岸辺一徳さんえ待ってえ一人はさなんか芸人いないのもう,そう出てた人とかいるからね他にも芸人で,で<も>藤森とかさでもダメもう マジで,で鈴木浩介さんもいるんだ鈴木さんは後からちょっと他の仕事の関係でリハはいなかったんだけどブーと来て「おはよす」って「おはよす」みんなでもめちゃくちゃ優しいんで <laughs> もう12年もやってるからもう仲いいのすっごい仲良さそうにしててでもそれが逆にさう逆に邪魔者っていう空気あるのかなと思って。うん、でで別にリハで何かこうこうう一応ややってやる この部分だけとかいう多少でこうやってて、うん、気さくにやってるんだけどもうまあもう同じくのでもう本当にわってやってその初めて連れてこられた猫みたいな <laughs> 全然慣れてないでやっててさで、ね、そので、えーまあ、そのリハの段階でちょっとこう決まりの一応ここ振るっていうところがあったんで、うん、あのー。 で、まず、でまずとあと、オーラもすごいなと、めちゃくちゃ、もう、米倉さんとか、落合さんの綺麗さが。へぇ、えー、やばいね。ちょっと、ちょっと、本当にレベル違う。ういない。なるほどね。はっきり、そそこ,こんなに申し訳ないけど、あの、その、美しい、美しくないに差をつけるっていうのがどうかっていう話は、まあ、置いといたとして。野村県の目で見てね。いない。わあの、そういう、もう、はっきりっその、なんていうの、この、この、 この、ね、なやつのいい悪いとかじゃないもうもう違ううわ一個ち,ち違う人種だなと思ったぐらいやっぱ素晴らしかった、ね、そでそと借りながらその中の一個流れで俺が振るやつがあるんですよはい うん違くてなんかちょっとこうそのよ米倉さんがちょっとスペシャルパフォーマンスみたいなのがあるところがあるんで、うん、そこに僕が「米倉、うん、さんこのあと皆さんに来てるお客さんにプレゼントがあるんですよね」はい、みたいなことを振る場所があるんですよ。でそこはあのリハの段階でもちょっとその何より、うん、そこあるんで、うん、うそういうのを言ったら、うん、その米倉さんが「えっ、ね、米倉涼子」。 「おえっ大門みち子からのプレゼントですけど」俺その時になんか「ショップなんかやっマジでやったかも」と思ってなんか <laughs> このイベントではそのみんな役名として出てるという設定<や>俺だけが知らないんちゃう、うん、なんかしかもなんかもう本当になんか「えっいえよ米倉涼子えっ大門みち子からですけど」みたいな。 走って終わった。で、なんなら、スタッフさんに、言っとけや。なんか、かんかちょっと、うん、ちょっとだけ、なんか、ピリッとした空気も、なんか、うん、勝手に感じてんだけど、うん、やっちゃったな、とか思ってたら、もう、それは単純にそういう、なんてジョークのサービスを。米倉さん、わかんないっすわ。<laughs> 俺、それは。あの、えー、いや、米倉さん、あの、あの、村上賢治を、 な逆に村上賢治をもうちょっと勉強してきてください、うん、それ言われたら村上賢治も怯えちゃってもらうクラリよく。<laughs> 大門未知子時キリッキリッキリッとだけはしてよキリッとだけはしてよって, <laughs> て,て,てここでこう,こういうふうにやったら多分こうガッとつけ込まれるでもねこ,こ,こうなったらガッってもうやり放題じゃ、うんこの1個だから この前さ間違えてるやつがさキリッとしてもさ堂々としての「あっいや違うそうじゃなくて」みたいな何て言うんだうそのだからその、うん、そういう大門みち子として振らないってスタッフさんに事前に言われてなかったんですけどっていう顔で。あってそれでも全然サービスでというよういなってっ、ね、いい人リハ終わって本番始まってでこれがさ 本番がさ、バってこう最初にさ、このドクター X の、まあもう見てる人しかいないんだけど、一応さ、うん、ドクター X のこれまでのみたいな、あらすじというか、うん、まあ、うん、これだけやってきたよっていう感じの、うん、短い V が流れて、始まるんですよ。うん、で、その、バーってバック入って始まって、その V 流れますと、その時に、V の米倉涼子さんがちょっとバーってアップで出てだけではっっていうフライング気味で、ちょっとキャッてなってる人もいるのよ。うんうわー のこの<う>とこに、その V が終わって、最初に出てくるのが俺なのよ、ね。なんでだよ一人で。ね、出てくるのよ 1> 俺一人で出てくるの。うん、一番最後でいいって。何してんのよ。それは村ん言わないと。で、台本には一応さ、なんか、どうも、なんか、なんていうの、台本にも仮の、別に何でも変えていいって言われてるんだけど、うん、一応こんな感じですっていうのだと、うんうん、まあまあ、なんて俺が、その、うん うん、どうもフルーツポンチャーの向かみですこのね光栄なあのー、仕事をやらせてもらったの実は僕がただ大ファンでなんですけど皆さん盛り上がってますかみたいなの色々あるのはいろいろ、はいうん、あって、うん、なんかちょっとこう全然なんかスタッフさんも全然この,そのアナウンサーさん的なきちっとした司会じゃなくて全然フレンドリーなにぎやかな感じでやってほしいんで自由に盛り上げちゃってくださいって言われてんだけど無無無無無理無理無理理理絶対無理。 評価してのよ俺がドクター x のファンイベントに俺が出てって盛り上がるって思ったのよ。とはいえだよ。とはいえよ。俺も盛り上がらないと思ってたけど出てとはいえ盛り上げ少しこう芸人ですからって気持ちはあるわけじゃん。まあまあまあ当然で出てって当然そう俺が MC やることは告知されてるんで知ってはいると思うんですけどまあ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 。もちろんキャンも何もない。ままああ まあそれは、ね、それはね、うん、ぐらねねぐいの感じで <laughs> 多分さ、うん、多分あの、まあ、見に来てる人は、うん、まあとかじゃなく普通にこうやってあったけど、うん、村犬からしたらもうあの行ったら自分かかってるからしかも,しかもなんか変そのスーツを用意してたのに本番では実はあのドクター X でみんなが着てるこうお医者さんの白衣とかも着ちゃってるのよ。<laughs> え俺知らなくて白衣着て、なんかこう、医者の、こう、名前、ネームプレートにして。<laughs> だから出てってった時に、一瞬誰か出演者が出てきてたって首出ちゃって、そしたら俺だから。<laughs> ブラんだダー、うん。うん。うん そう見えちゃってるだけもしない一応でもまあきちんと「どうもフルーツポンチの村上です」素晴らしいいや皆さんね白衣なんか来て出てきたから逆にこれですこのパターンですよねこういうほらファンの方には自分を下げて出演者の人をあげると一番こう喜んでいただけるじゃないなんで はいはいいただきましたとあの皆さん、うん、白衣着て出てきたから誰か出演者の方だと思っちゃったんじゃないですか、はい、ははーはっの想定ですよね、はい、あの、はい、思っちゃったんじゃないですか。 あれシーンですよ。思ってませんよ。別に、うん、何をおっしゃってるんですかそそ。そんなひどいこと私たち思いませんよ。そんな別に怒ってるわけでもなく、うん。で、そろそろ５秒経ったんで演者出してくださいみたいなお客さんね。空気も出てる。中で一応あのまあコールアンドレスポン、そコールアンドレスポンも散々やってきてますから。そ,それでだからシーンだけど動揺しない動揺しない。うないうん、そう <laughs> だね。うんだけは言いました。終わったじゃないですかシーン。 <laughs> <れか S 2> で v でね、<あ>っ先ほど VTR で米倉涼子さんがね、ちょっと V の米倉さんが出てたんだけども、ひゃっとフライング気味でね、<ー>ちょっとなっちゃってましたけどね、シーン <laughs> <laughs> で。 えだこうちょっとでも皆さんに盛り上がってってやっぱりね出てくる場合も欲しいんでちょっとねいきますよドクター X 好きですかーみたいなその台本に書いてあったらもう俺それで、ね、もう,うオリジナルできなくて開発あったら <laughs> ドクター X 好きですかー <laughs> はーいぐらいのが少しあって少しあってまあ、まあ、な何か言ってないけど聞こえた <laughs> 早く出せって <laughs> 俺もそう思ってる 急いで俺、本来よりだいぶ急いでこれ、ここまで来てるからね。いや、の想定、俺、本来想定。下手すりゃ2分3分の予定が、全然、もう、むちゃくちゃ早く来てるから、ここまで。いや、もう、みんな初めて頭蓋骨で喋ったじゃん。う声出さずに。もう。で、ライブビューイングもあるから、ライブビューイングの皆さん、どこと X を愛してますかって、ちょっと愛してますかに変えて。けど、まあ、もちろんライブビューイングです。何も聞こえないでも、聞こえた、映画館の。早く出せ。早く出せ。聞こえた。 でその後に一応でもコールレスポンスやってきてるんでコールレスポンスってなんか一言「これ」みたいなの分かれば「これ」みたいななだから「ペア」とか「ペアングー」みたいななんかそれを切るんかいみたいなこれドクター X 好きで見てるんで「ドクター X 用語にかけたものいこう」ってってドクター X に「モノポーラ」っていうのがよく出てくるんですよ。 手術用具で電子メスのこと言うんですけど、うん、これむっちゃ出てくるんで、うん、これみんな知って知ってるだろうと思って俺がマナーって言ったら、うん？一人ぐらいがポーラー？俺綺麗で、でそこでなんかなんかねよくマナポーラーって出てくるんで覚えちゃいました？<laughs> <laughs> <laughs> なか言ってない？<laughs> じゃあそれではえー、それではまずは、えー、もうまずは登場してもらいましょう。 マジさ元気玉みたいにさみんなの「早く出せ」ってすごい「早く出せ」の球早く出せ」の球が俺はもうささいきやねん。で出てもうすぐ呼んで「早く来てくれ」でお二人まず最初お二人ちょっといろいろ分けて出るんで最初「このお二人です」でまえんけんさんと勝村さんがもうすごもう一気に今日重いなと思ってたんだ俺はっきり言って。 今日重いなーって言うかげたら言おうと思ってたのみんなに「今日ちょっと重いっすね」<laughs> <せ>なんか団体の後ろの方あれ落ちさんのん結構年齢高い男の人が多いっすねとか言お,言おうと思ってたらそ <laughs> したらえ二人出てきたら「<え>うわ!」ってなって「あったか!」って、うん、全然違うじゃん俺だ俺だ悪いのはごめんみんなごめん!」 言いたかった本当と言いたかった叫びたかった俺分かってますよって言いたかったけどそれ言っちゃうと呼んでくれた人にも悪いから <laughs> そうだねそれやっちゃうと刺激やっちゃうとまあで<も>まあ出てきて。 みんな「そうだお前が悪いんだよ!」ってやっちゃうともう会が終わっちゃうからそういうことじゃなくなっちゃうで二人出てきてキャーあってでいろいろまあいろんなのがあってねでその後もいろいろあってあってあってまあいろんな質問で米倉さんもできたけどとんでもないですはっきりとんでもないですキまあはもうすごかったですまあそれでバーっていろいろやってえごめん トークイベントって時間どんぐらいのえっとね1時間半ぐらいですかね全部でねでずっと俺は出てますもちろんでももう皆さんが出てきてから皆さんが出てトークするときには俺は本当にちょっとしたこの次に行くための何かを添えてるだけでもう皆さんがね別にこうでゃて仲いいからどんどん喋ってくれるんですあなるほどねじゃあ楽だもうここでこうやり取りしてて俺が誰々さんどう思いますかってやんなくてももう弾丸 なななんらら邪魔ぐいっちゃうやるし受けてるしあのもう普通に面白い円形さんとかもサービス勝村さんとか続くまあ面白いデンデクラさんももうすっごいサービスあるし田中圭さんなんかももう優しいやんまあ面白いバラエティーにも慣れてるからなんだけどその中でねんか一個ね話をちょっとつながなきゃいけない時があったけどずっと盛り上がってたその時ねやっぱすっごくねうわっと内田有紀さんがむちゃくちゃ時間つないでくれる。 <え>内田さんがむちゃくちゃゃくくってくれるのすごい何それええほんとにもう大もともとすっごいファンでしたけどもうさらに大好きになりましたねこんなにつないでくれるなんて、うん、もうむちゃくちゃつないでた <laughs> 頼りっきりえ内田由紀さんに「ゆきねえ!」って呼ぼうと思うすごい「ゆきねえ」だとなんで兵働ゆきねえ内田由紀さんが MC やった方がいいもん多分 <laughs> そんな内田由紀さんが MC をやって俺を土に埋めたほうがいいスポンってスポンって埋めたほうがいいえそれさしたらそのほうが OK まだヤングヤングヤあグ使いようがある埋まってるなってお客さんも埋まってんだって思うからここで喋るとる時何にも思ってないから埋まってたらまだ価値があった確かにしかもそれを内田由紀さんが埋めたらうんよかった内田由紀さんがスポンってダンってグ よっよ、まあ、まってやってやってたからえそれさ村犬さん、うん、どっかでさ、うん、なんかあの「それ芸人さんもありません?」とかって振られたり、うん、それそんなんないしあ,あるわけないかだって必要ないしそうだねだ俺の意見は聞いてないから。 でもだんだんちょっと後半になってここの人たちの盛り上がりがあってお客さんももうなってる時はそのあたが後半少しだけちょっと夕方できて「俺がなんか進行しなくてもここで盛り上がってるんで」とか言うのでこうお客さんに「じゃあお客さんにもちょっと聞いてみるみたいなところがあったからどっから来たんですか?」って言ったらそれ結構遠かった東京で行ったのに「島根」みたいなあここは起点聞かしてって思って「えじゃあもっと遠くのから来た人」って。 っっってていうところを俺がが行ってそっからは結構盛り上がったすごい本当に島根の人もいたのよファンのね親子で来てる人聞いてどこから来た人もいたらっとこんなにいるんだと思ったら「うん、あの台湾です」とか「韓国です」「シンガポールです」<え>「中国の雲南省です」みたいな<は>もう海外からもすごい来てって大人気なんですよやっぱり。

内容はねまあお金払って見に来てくれた人がね<ー>ううい,ういろんなこう本当素晴らしいことがあったんですけど、うん、最後の最後の方にバーっていろいろ来てまあ映画の宣伝も入ってる、ねうん、映画の宣伝なんかもするまあ当然ここに来てる人変わってくれると思うんだけどまあああでもそれでも最後の方にでさあごめん、えー、最初の方にその、うん、ドクター X ってなんかねあの院長先生が医師たちに分かったかって言ったらギョイってみんなで言うってうのがあって<い>でそんなの最初の方にね、はい 台本上で組み込まれててみんなで「ギョイ」っていう練習してみたいな面白いじゃんなんていうのやってたの、はいはい、やってたんだけど、まあ、それ最初の方にそれを言う場所があったんだ、うん、でそれのために練習してたんだけど、うん、でそれはずっとな、まあ、そのことはもう忘れてみんなバーっと盛り上がって「うん、わ私はあれです」とか言うてるとこの最後の最後の方に映画の告知して、うん、みたいなことがあった時にちょっとパーって告知、うん、米倉さん告知してるところにちょっと足して、うん、じゃあそ、ね、えいやいや本当に見に来てほしいですね皆さんじゃあ、はい、映画 見に行ってくれますか?」って言ったら「うん、ギョイが」がこの俺がね皆さんね「すごいじゃんお前」「皆さん先ほども練習しましたけどみたいなふ振ってそれでい今今日でその日で一番の「ギョイ」が来て、うん、だからそこで「うん、お前いいじゃん」ってもうお客さんは、うん、あらそこから「ギョイ」出せた,たのはもちろんつたない MC でもうで次の日の MC は小籔さんですからねえ 同じ俺と同じ場所で小籔さんは「ドクック x のシーズン7に医者としても出てるからえそれ待って3日間やったんだね、うん、3日目は三日目はねあの2日目が2公演でそこが小籔さん小籔さんうん<え>全然違うじゃんもう話 <laughs> ちょっとでで小,籔小籔さんなんてさ、うん、もう途中でこうこれこういうこともありましたよねああしたね<て>とか役者もやってるしだと思うからね出てきた瞬間の まずできた時にだってお客さんがあ出演者だっなるじゃんまあねそうだね圧倒的にそれが全然違うからね俺がもう出てないでしょ見てるわけじゃでしょお客さんもそう思ってる人多かったと思うんだけど実はそのライブの中盤で出てくんだけど俺実は出ててエキストラとしてむちゃくちゃちょっとだけ俺俺その話聞いたことあるいやないでもドクター X の俺らテレビジョンでドラマ好きということで連載やっててそれの企画で俺と宮地さんと LLR の福田さん3人でドクター X の後ろの方にちょっとだけ見切れてるっていうのがあるんですでその部位も流してくれたんだけど。えあそうなのだからそれでちょっとこうそっからのお客さんの、うん、あってなってからちょっとこの俺のやっぱり遠くかうん、ちょっとだからあれを最初に言いたかったですそのだからそ中盤に入ってるから最初に「それ俺もちょっと出てるんですよ」って言えずに <laughs> そうか,そうか けどもうこれはあ<ー>まあでも貴重な体験させていただいて「ドクタース12月に映画あるんで、うん、ぜひこれちょっと俺も絶対見に行きたいんでよくウケたねお前それいや本当でもね本当にねやってみて分かったがやっぱり何事もねもうダメだと思った時にプツンって切らずにあの恥ずかしいけど何週だけこうい話したけど、うん、恥ずかしくても落ちるとかもね落ちたら恥ずかしくないじゃんって考え方の話したじゃん,ん今日だっけそ,、ね、それ話したの。 忘れーザースあるじゃん一回失敗した時に落ちるとこまで落ちたら恥ずかしくなくなるみたいな時あるじゃん諦めちゃうで後に失敗した話にすればいいじゃんっていう気持ちってあるんだけどそれやっちゃダメねうわ今多分下手って思われてるドクター X 好きな方ごめんなさいすごい長くなっちゃってドクター X 好きな方が来てるのにお前いらないよとか下手だよとか。 まあ、いや、思ってる人、ただ、うん、本当にいた申し訳ない。実際そうだしね、なんだけど、うん、そこで、いや、関係ねえ。だから、ううファンの人に嫌われちゃったって話そうと思うこともできたんだけど、うん、あえて。いや、違うね。なんか、ほら、むもう、こっちないがしろにして、むっちゃボケるとかさ。うん、で、滑ったとか、うん、一切マジでやらず、うん、諦めずに、この回を盛り上げよう。そうね。できることやろういやいや。いや、本当そうよ。いや、本当そう。 やらていただいて、うん、本当ト光栄でてもちろん下手でして申し訳なかったなと思うんですけどか身に染みるわうんすごいねうんちょっとちゃんとしよう俺も、うん、なと思いましたいちょっと長くなってしまいましたよ、はい、でしくお願いしました。